時に移るは霊言の舞。日に宿るは歴戦の雄。紡がれる強者の感慨。幾重もの意志、元勲の糧となり、鬼を滅する力とならん。なおも終わることなき人気の決戦。日に宿るは歴戦の雄。日に映るは少年の覚悟。甘い。やっぱりサビトは反応が正確で早い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。かまど炭治郎、あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた。俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた。お前は強くなった。今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。今宵こそ仕上げの時、未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ。技、感覚を研ぎ澄ませろ。来
強くなったな。そう来なくてはな。覚悟が足りていない。鱗滝さんに何を教えてもらった。足を止めるな、立ち止まるな、進め。男なら、男に生まれたなら、進む以外の道などない。さあ立て、立ち上がり、もう一度挑んでこい。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。岩そのためには、サビトでも、何度挑んでも、なんで、こんなことになっちゃったんだろうな。普通に、暮らしていただけなのに、家族と一生懸命に生活して、貧しい家だけど、時々は街で美味しいものを買ったりして幸せだったのに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。たった一日、俺が家に帰らなかったあの夜に、みんな死んでしまった。鬼に襲われて死んでしまった。痛かったろう、苦しかったろう、ごめん、助けてやれなくて本当にごめん。辛いのはお兄ちゃんも同じでしょ。顔を上げてよ、一人だけ悲しまないで。私も一緒だから。兄弟二人なら辛さを乗り越えられる。そうでしょ。そうだ、俺にはまだ残っている、禰豆子。あの晩、お前は鬼になってしまったけれど、でもそれでもお前は生きてくれている。サビトの言う通りだ。進むしかない。妹を人に戻す方法を探るためにも、みんなの仇を取るためにも、俺は刀を握ることを決意した。そうだろ、炭治郎。ようやく男の顔になったな。ここで止まっていたら禰豆子は助からない。それに俺を引き取ってくれた鱗滝さんと鍛えてくれたマコモに失礼だ。今日こそサビトに勝つ。行くぞ。お前の力を見せてみろ。自身の心の血の巡りを意識しろ。心臓の鼓動を速くしろ。そうすれば人間のまま鬼のように強くなれる。俺ならやる。どれほど鍛えたか、もうすぐ結果が出る。地に這いつくばって倒れる、それとも俺を超えるか、お前はどっちだ。決着をつけるぞ、炭治郎。来るな、ならば全集中。水の呼吸、地の肩打ちしよう。相打ち、いや違う、炭治郎の方が
き抜いた。早い。勝ってね、炭治郎。あいつにも。岩が。サビトとマコモは。まさか本当に切ってしまうとはな。お前をキサス隊の最終選別に行かせるつもりはなかった。もう子供が死ぬのを見たくなかった。お前に岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った、炭治郎。お前はすごい子だ。最終選別、必ず生きて戻れ。わしも妹もここで待っている。日に映るは少年の覚悟。覚悟示すは鬼滅の道。
よし。さっぱりしたな。はい。もう少しで飯ができる。かたして待っていろ。すみません。ご飯なら俺が作るのに。構わん。いよいよ最終選別だ。これくらいはしてやろう。ごちそうさまでした。いよいよだな。はい。最終選別は富士笠根山で行われる。わしも何度か行ったことがあるが、とても不思議な場所だ。不思議な場所ですか？あれは自分の目で見た方がいい。お前も驚くだろう。ほう。これは？役所の面という。お前を災いから守るようにとまじないをかけておいた。持っていくといい。はい、ありがとうございます。わしがしてやれることはここまで。あとは炭治郎、お前次第だ。ゆっくり休め。あの時、なぜ富岡さんが禰豆子を撃たずに鱗滝さんを教えてくれたのかはよくわからない。でも富岡さんのおかげで今の俺たちはいる。鬼殺隊に入隊すれば少なからず鬼の情報が手に入る。それが禰豆子を戻す方法を知る一歩だと俺は思う。そのためにも最終選別に合格しなければ。禰豆子、鱗滝さんのところに来てからずっと眠ったままだ。医者に見せても異常はなかった。でも眠り続けるのは明らかにおかしい。まさかこのまま死んでしまうんじゃないかといつも考えてしまう。大丈夫だよな、禰豆子。兄ちゃんは少し外に出ていくけどすぐに戻ってくるからな。いい子にして待ってるんだぞ。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。炭治郎、お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵となるかもしれん。鼻、嗅覚を研ぎ澄まし危険を察知しろ。お前ならできる。そして必ず生きて戻ってこい。はい、行ってきます、鱗滝さん。
これは？よし。とマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここが藤笠根山か。すごい、こんなに藤の花が。咲く時期じゃないはずなのに。こんなにいるのか。まったく。奥から異様な匂いがする。気になるけど、説明を受ける前に勝手な行動はできないな。こんばんは。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。この藤笠根山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山の麓から中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでございます。しかし、ここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。鬼がこの先に。ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。前へ。
入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。よし、四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。久方ぶりの人肉だ！いきなり二人やれるだろうか。切れた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。成仏してください。
行こう。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。続いて動きを見ろ。修行の時を思い出せ。何の？さあ、で、水で、か、と、で、これ、もう一度、け、で、取れ、と、で。Yeah!
したんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かに構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような、でも獣のような。なんだ。ちょっと都合し。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。